よう。眠い。これ何？私600日じゃなんか気楽な600日過ごしてしまったんだけど悲しい。もっと大々的に700600分かんないけど、わーって言って、え、でもまだ600じゃなくない？あれ、まだ600じゃない気がする。あれ、600日行った？もう600ですか。悲しい。ちゃんとさ、したかったるけど、今日絶対10時には着かないんですよね。だから絶対できないの。悲しい、めちゃくちゃ悲しい。ちゃんとしたかったな。おはよう。すっぴんでさ、おはようみたいな。そう、この時間しか今できないんですよ。だからありがとう。悲しい、600日続けれたのに。おはよう。お腹空いてる。だね、頭が回ってないから喋るのも難しい。明日記念配信する？明日記念配信しようかな。明日の予定はもう分かってないけど、まだ自分のできたらね。でも7時半ちょいくらいに起きました。でもちょっとね、さすがにね、最近この1ヶ月忙しかったのもあるけど、昨日めっちゃさ踊ったので、頭がまだ回ってない。ポーッと、それ関係ないかもしれない、いつものことか。ステージ立つのね、めっちゃひょろーってなっちゃう、朝。今日めっちゃ寝る。そうだよ、お昼までには低血圧治さなきゃいけない。お昼ぐらいになったら治るよ、自然とね。でも10時とか9時ぐらいに戻ると辛いんよ。
600日おめありがとう。めっちゃゆるいやん、朝からごめん。ありがとう。ありがとう。なんか自然と600日になっとった。そんなやったっけみたいな感じになっとった。ありがとう、そのゆるさがかわいい。いや毎朝これよ私。わあみたいな。起きてないんです。はい、おはよう。トシさんありがとう、毎朝配信して。やだ。だってできない、毎日は。朝が苦手すぎて。またできるときはするね。トシさん昨日隠れるってさ言っとったのに、なんかもうすぐ見つけたよ。ペンライトももかのカラーだったもん。すぐ見つけました。俺も毎日見れないかもしれない。朝苦手じゃん、一緒に。一緒じゃん。一緒じゃん。朝のパワーパー配信も好きですか？今日も隠れるか、隠れてなかったよ。それもいいね。前ね、よく私も起きれたなって思っとるよ。1週間5時とかぐらいからっていう。前髪はちゃんとさっきセットした。香川のもの食べれそう。香川のもの、でもうどんとか食べたよ。美味しい、うどん好きだから。香川来たらいっぱい。実は卒業説絶対ない。今日最善で見つからないの。絶対見つかるよ。最善で見つからんってないよ絶対。朝ツイートはなんか、ごめん、今月朝ツイートめちゃくちゃできてない。朝が苦手すぎてできてない。ごめん、頑張る。頑張るわ。ちょっといろいろなことに余裕がなさすぎてできてなかった。それをできる子がすごいのは分かってるんだけど、それができていなかった自分。できるときは頑張れよ。できるときは。ちょっとね、そう。ありがとうみんな。できるときは頑張る。そうね、8月もなんかだんだん予定が入っとって、うん、入っとるんかみたいな感じで、おーってなって、おーってなって、わーってなった。さあね、ちゃんとめちゃくちゃ話してるのに、ね、私のこの話してない感がすごい。フフフフ。
の忙しいかまだ分かんないんです。あのなんかレッスンとかまだ分かんなくて、いつ入るか。その今入ってるのでも、まあでも結構でも8月になったら入っとるんやろうなって感じ。どうやろう、でも7月の方が忙しいと思います。絶対に7月が今までの私のスケジュールの中で一番はないかもしれないけど、僕声が一番大変だったかな。やっぱやったことない曲やったっけ。そう考えたら、うん、2番目か3番目にくらいに今月は忙しくて、だから8月は忙しくても多分7月よりはって感じやけど、どうやろう。そう、タワーのスクショを撮るの。800日おめありがとう。明日もそうね、実は明後日もあるんです。明後日し明後日も一日に僕たちと僕声がある。あ、そうね、あれは大変だったな。大変だった。なんかあれはね、ハロウィンの時に最初僕たちして、その後でもやっぱお初日が大変だったから、めちゃくちゃ覚えたから。でもあのハロウィンの時の隣のバナナのセリフうまくいかなかった。めっちゃなんか失敗しちゃった記憶がある。めっちゃ雲あるように見えるね自分。この緑オレンジの光がそう見えてるだけで、その本当はそんなにないので、あれなんだ、ないというか影が、この涙袋の影がすごいなってるけど、ミニー、めっちゃ寝てます。光の加減だよ。そうない、で変わらんな、どこも変わらんくれて。キャイチンと体って寝てないってさあやったって、私が昨日多分ね布団に入ってヒュって寝ちゃったんですよ。そう、もう語り合うあれなんつって、夢の覚めがなかった。そう、すぐ寝ちゃったんよ私が。もうねえ、お腹鳴りました。お腹が鳴りました。本当にね、朝がさやばいの直したい。そう、よく寝たから疲れてて寝てた。さらに寝顔見てか聞かないで、絶対さ、あのさ寝顔さ可愛くないから聞いちゃダメ。寝顔本当にね素晴らしいから。そう、うどん食べたいな。朝ごはん食べるんですよ。うどん食べたい。いつでも可愛いはず。そんなことない。いつでも可愛くない。寝てる時が一番可愛くない。なので皆さんにお見せできない。
それはそれでもその人たち、私の寝顔がいくら可愛くなくても好きでいてね壊滅的な寝顔の顔でも自分が口開けて白目でも好きですか？ならまだ大丈夫だね、多分。そう、アイドルは全てが完璧ではないといけないのかもしれないけど、モカの寝顔に関しては本当に完璧じゃないんですよ。目は開いてないとは思うけど、こっちは開いてる調べたけどね、おはよう、ちゃん可愛くなくて全国の人、いや本当にね、口パーって開くからね、全然可愛くない。モさんおはよう、おはよう。はめられるか、はめられてないと思うよ、はめはね、うん、体力に使ってさ、あっちで配信したらいい、私座って寝るとちゃんと口積もるのに、仰向けで寝ると口開いちゃうんですよ、顎がちっちゃいからさ、なんか積もりにくいね、やんちゃんが配信終わってるのでそろそろ読むよ、取れそう、よだれない、見事に私仰向けに口開けるのでよだれは出ないんですよ、横向いたらなる垂れると思うんですけど、あの全然あの大丈夫なのめっちゃ上向いて寝るから自分、じゃあ文句も読んでいく、ごめんね、説明がやろう、口開けて横向いた、みんなおはよう、朝から可愛い、ありがとう。なんか画面がさ、すごいことになってんの。めっちゃ変になってるの。何？コメントすごい見えるんだけど。読もうと思ったらさ、ちょっと再開してる、なんかでも見て、めくってもコメントがある、こうやってバグってるな。じゃあ読んでいきます、ただいまです、モクロダイムライスさん600円ちょうめありがとう、広島コッパセリさん600円ちょうめありがとう、シャシーさんありがとう、幻さんありがとう、アピノピさんありがとう、ドラガンさんありがとう、おじいちゃんありがとう、福ちゃんありがとう、イデシさんありがとう、フフマンさんありがとう、ミュウさんありがとう、トシさんタワーありがとう、
今田さん、ことゆきさんありがとう、福ちゃんありがとう、パパジェリーさんありがとう、ひーちゃんありがとう、ミシェルボイスありがとう、みとちゃんさんありがとう、 F ジブタニさんありがとう、エビサマさんありがとう、カンスユーティーさんありがとう、キサシさんありがとう、明日からこんなお祝いありがとうね、13位のたかひろさんありがとう、12位のいわちゃんありがとう、11位のともきちさんありがとう、10位のほほまんさんありがとう、9位のピアノピさんありがとう、いろいろよろしくね、こちらこそ、8位のケイスティンさんありがとう、2公演ファイト配信で見るよ、配信でするね、ありがとう、8位のドラちゃんありがとう、朝から天使のおうちに大好きで、お、ありがとう、嬉しい、7位のモモクロザムレさんありがとう、6位のミエさんありがとう、600日おめでとう、二度寝します、おやすみ、5位のタカヒロさんありがとう、4位のゼータンさんありがとう、今日は昼夜ももに会います、お、まあ、3列じゃあ絶対見えるね、もっと待っとるね、3位のタカヨゴエさんありがとう、ご覧さいくれた、真ん中らへんにいたね、ありがとう、2位の福ちゃんありがとう、花田でごれん公演頑張ってね、配信でお会いしてます、頑張ります、ありがとう、一応私さんありがとう、600日目毎日僕は 1000% できるので結婚して、えこの間この間めっちゃマキさんって言ってたのに嬉しい今日もありがとう、またな、またな、今日も公演頑張ってくれね、バイバーイ、配信が終われない模様です、硬い、どうして、あーまた変になった。